こんにちは。プライトゥーマン社会科の豊岡です。毎回社会の小さなネタを発信しています。今回は2016年の出来事ということで3つのテーマを紹介させていただきます。社会の編集という仕事柄、社会の情勢の変化に応じて内容が変わってしまうものがあります。で、その大きな変更の中で今回は3つ取り上げたいと思います。このホワイトボードを見てみてください。2016年の事実変更情報ということで、まあ主に3つですね、今回取り上げたいと思います。まずは去年の1月ですね、中国が一人っ子政策を廃止しました。この一人っ子政策廃止した背景には、やはり高齢化、あとは労働人口縮小に対する、まあ、備えというふうに考えられています。今までは一家庭で子供が一人でしたが、一家庭二人まで子供を認めるというふうに変更されています。ということで、もう一人っ子政策自体が過去形なんですね。だから一人っ子政策を実施していたがっていう形で、過去の表現を使っています。2つ目ですね、6月になりますが、71年ぶりに選挙年齢が変更されました。18歳選挙権ですね。今までは20歳以上に選挙権という表現でしたが、数値の変更が必要になってきます。まあ20から18という形ですね。同じく6月、イギリスで国民投票が実施されて、EU 離脱が正式に決まりました。まだ離脱はしてないので、EU 加盟国に関しては含んでいます。ただ、EU 加盟国を表現する場合に、例えば2016年現在であったり、2017年現在という形で注釈を入れるようにしております。将来的には離脱してしまうと EU 加盟国が変化するという形になります。ということで、社会に関しては社会情勢の変化によって事実が変更されていきます。そういった中で今回は3つ大きな出来事を取り上げさせていただきました。またこれ以外にもですね、例えば世界遺産の登録関係や、あとは選挙の区割り定数の変更等もございます。そういったものに関しても今後はですね、常に発信していければなと考えています。以上となります。また次回お会いしたいと思います。